は、福祉会の福祉です。本日は、アルティメットファイトリングについての第8章、薬剤以外の安全性についてお話していきたいと思います。ホワイトニングは薬剤を使うため安全性は、少し疑問が残るというのは、前4章のところ使う薬剤についてで、ご説明いたしました。アルティメットでは濃度の高い薬品は全く使わないため光の強く出る機械を使っています。その部分での違いについてご説明していこうと思っています。ホワイトニングは安全でしょうか。ホワイトニングの研究は100年以上前の1844年から行われており、アメリカでは約20年前から実用化されていて、今ではドラッグストアや百貨店など普通に売られているぐらい生活に浸透しています。ホワイトニングに使用される薬剤はアメリカの食品薬品局や日本の厚生労働省でも認可されています。大学での研究としてはアメリカのニューヨーク大学、ニュージャージー歯科大学、ロマリンダ大学、インディアナ大学など、日本では昭和大学、日本大学、東京医科歯科大学など多くの大学や研究機関で安全性が確認されています。歯を軟化させたり痛めたりすることなく安全に取得することができますのでご安心ください。ライトについてはどうでしょう。ホワイトニングには可視光線領域のライトやレーザー、LED などを使用しています。中には近紫外線である UVA を若干含んでいるものもありますが、紫外線そのものではありません。薬事法が厳しい日本や訴訟大国のアメリカで認可されているシステムであれば、正しい使い方をしていればどれも安全性に問題はありません。クールブライトを用いたホワイトニングは LED でありアメリカ製ですので安心して使用することができます。熱についてはどうでしょう。オフィスホワイトニングに使用する機械の中には熱が出るものがあります。これはホワイトニング剤を活性化させるためにわざと熱を出しているのですが、温度が50度近くになることもあります。しかし CRA というアメリカの研究機関の報告では、薬表面の温度は50度近くになっても紙面の温度は体温にも満たないことが確認されています。この熱はお薬を活性化させるためだけのものですので、歯の神経には影響が少ないとされています。アルティメットにはその数倍のパワーを持つため歯の内部温度を上昇する可能性が実はあるのです。その安全性を確保するため歯に接触する部分の温度を5度以下まで下げており、その状態でないと照射は行えないように安全機構が働いています。患者さんの状態によっては表面温度をマイナスにまで下げる場合があります。それでもその温度にならなければ装置が動きませんので安全です。これは機械の強さを表したものです。クールブライトは今3番目にあるアルティメットというのが私どもが使わせていただいている機械なんですが、今までの歴史としては32度の紙面冷却から20度、そして5度まで下がってきています。それぞれによって出力が 9W の時から 36W、 前回の X クイックという機械からアルティメットにはやっぱりさらに倍の強さになっています。その際にいわゆる当院で別に使っています、Zoom の約130倍の力を持つようになりました。ブライトスマイルからしても60倍の力を持っています。これらは、簡単に言うと、ブライトスマイルや Zoom では、半冷却、いわゆる扇風機程度の冷却だったんですけど、我々のものはもう完全に5度まで下げなければという形の、安全機構が働いています。さらに詳しい情報は群馬ホワイトニング .com を見ていただければ幸いです。